んにちは、インターン生の松田和樹です。今回は格ゲー記事の3回目になります。テーマは攻撃の当たらない距離についてです。前回格ゲーの3組として、攻撃、防御、投げの3つについてお話ししました。しかしこの3組はある条件が満たされないと発生しません。それは攻撃の当たる距離であるということです。では攻撃の当たらない距離では読み合いは発生しないのかという疑問がありますが、そんなことはありません。また別の読み合い、もう一つの3組が出てきます。それが差し合いという読み合いですね。これはそれぞれ差し込み技、置き技、差し返し技の3つになっていまして、それぞれ差し込み技は置き技に弱く、置き技は差し返しに弱く、差し返しは差し込みに弱いというふうな3組になっています。こちら3つはですね、格ゲー用語になっていますので少し読みづらい記事になっているかもしれませんが、攻撃の当たらない距離での3組についての記事になっています。この記事を読んだ後に自分のプレイや他の人のプレイの見方が少しでも変わっていただければと思い、今回記事にしました。ぜひ読んでみてください。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。それでは失礼します。